の秘蔵フォト、1970年代に、お嫁さんにしたい女優ナンバーワンと呼ばれ、76年からは、TBS 系の人気区、伊豆番組、クイズダービーの回答者を16年間も務め、三択の女王として一気に、全国区となったのが、竹下景子だ。高校1年生の時に、NHK、中学生群像出演後、73年 NHK、波の塔で、本格デビュー。75年の ATGA 画、祭りの準備では重要な役に抜擢されヌードを披露した。その後、数多くのドラマにで演する人気女優となった。渥美清の超人気シリーズ、男はつらいよではただ一人、異なる役でのマドンナ役を3度も務めている。竹下が女優として花開く前の76年12月10日付本誌では、東京女子大文理学部5年生の時のインタビューが掲載されている。当時23歳。翌年1月に日本テレビ系愛の嵐、2月に NHK 議員がテレビ小説春の谷間出演を控えていた時期だった。女子大生という言葉に興奮し、他記者の質問には、古いわね。女の園なんてイメージは全くないんだから。サプルやダンスパーティーで他の大学とかなり交流がありますから。あなたが想像するより、女子大生なんてしらけてます。私もキャンパスとスタジオを特会引っかえ行ってるんだけど、なんか吹っ切れないものがあるんですと一括した。当時から機転が利いていたようだ。ヌードシーンに話が及ぶと、色気があるなんてとんでもない。私ってすごく時代遅れの女で、調子もいいところがないんです。要するに平凡。平凡な男がいて、それに連れてん、うように平凡な女がいる。そういうドラマを一生懸命演じれば、やがて何かをつかめるのでは、と真剣な表情で語った。理想の男性については、漠然としていいけれど、どんな仕事をしててもいい。夢を実現させようと心かけている人です。だって私、男性と深い関わりを持ったことがないんだもの。ふわーっとしたことしか言えませんと笑顔を見せた。80年代にはフジテレビ系の人気ドラマ「北の国から」でも公演。映画、ドラマ界の巨匠たちに重要な役を与えられる地位を確立した。93年の山田洋次監督、学校では日本アカデミー賞優秀助演女優賞を獲得。69歳の現在も第一線で活躍を続けている。